愛媛行っちゃおうかな。あ、マジっすか、行っちゃいます。じゃあ援護しますね。お願いします。どっから攻める？南から行く、北から行く？すごい各県思い思いに喋りまくる。北に集中してっから南手薄でもいいかなと思うんだけど。あ、もうどうぞ流れで。うん、ガーッと当たった後は流れで。ちょっと待って、いいよ。もうオッケー、千葉お前ええん、それもう完全にお前それ東京からな、まあ、あの大きくできひんことをもう完全に宣告されてるけど、これええん。もういつでも領土をあのやってって言ってあるから。いやもうそうやってないだけで、ちょっと後でね、あの多少いただくつもりなんで、ここは大丈夫。そう、もう好きなだけ言ってって。まあちょっとやっぱね、我が東京の、あ、我が関東のエースは我が東京だぞ。まあ、もしかして。あー、冗談冗談、違う、これは謀反の香りがするぜ。言葉の端々から見える関西弁、これは完全に関西の手先ですわ。こういうことか。穏やかじゃないよ。お、愛媛進行だね、愛媛。てかもうこれランランさっさと行きましょうか。あー、お米美味しい、愛媛。う、リタンポー。おっと、おっと、どうした？え、いきなり香川福岡戦争。いや、傀儡か。貴様ら、福岡 VS 関西やと。おー、これは非常に楽しみな内容になってきましたね。では、次回はその君。うわ、こぎれが作りやがった。きったね。やっぱこいつ、きった戦いだった。ジャパニーズヤクザ同盟。激しい戦いだった。あー、つらかったな。大変やった。ちょっと待って、厳しくなかった。俺、この流れ、俺、確かなんか、第二次世界大戦は我々たちも見た気がする。殴り合ったっすね、お互いの友情を確認できたと思ったけど、なんかそう言いながら、そう言ってる間に、後ろでちょっとなんか岩手に宣戦布告する北の大帝国の姿がありますよ。はい、です。これは危険ですね。あ、すごい、なんか色、大阪様、根性が半端ないんじゃ。はは、大阪様。大阪増えた。研究ライン、ごラインはやっぱ違うんじゃ、大阪様。私の技術を与えよう。これ絶対なんか変なもん使ってよ。よし、東京が独裁主義になったぞ。やったね、そろそろ取れんじゃん。うんまよ、てめえな。国旗が被ってんだよ。ん？理由しょぼ。理由が雑すぎません？いや、もう、もう私どこ取らせてもらいますよ、関東。そしたら、茨城もらいますじゃん。茨城どうぞ。OK、OK。茨城と栃木の半分ぐらい。OK。はい、お疲れ。おーし。おー。綺麗だなぁ。大先生、大先生。大田原。あ、わかったわかった。あ、那須からこう、そうな、上海と雇用環境のラインで、ないで、俺らは友好関係や。そういうことよ。共に大阪様のもとで働こう。そうだ。あ、もう福岡そっち、福岡行っちゃったのね。はい、どうだよ、それ。すげえな。あ、やばい、実行支配される。え、北海道さん、どのラインで泊まってくれるもんなんすかね。逆に僕は福、あのやっぱ福島は干渉地帯かなって。逆に山形は干渉したいかなって。お前 IC200 超えてるやつが何言ってんだ。これてか、なんで福島を見たちは行きやすいのか。そうだ、足して IC300 だから動くだよ。もう責任取らないと。おい、あんまり東京さんいじめんねん、これお前ら。なんか適当になんかいいっすよ、他のも。あと4個ぐらい、ベベベって。やっぱり東京さんがやっぱ強くないと我らも困るね。我らもってお前今馬鹿気を表したな。モーターが嫌いと思います。我ら今らっつったな。こいつ馬鹿気を表したな。別俺ら自分以外にも複数いるっていうのを晒したぞ。ああこれは完全に違うやつと手組んでますわ。あの北の連中の言うことなんて無視してください。連中って何？俺一人しかおらへんけど。ん？どういうことかな。いや、ちょっと前世の連中が一人なのに我々って言ってたから、それにちょっと影響されてしまった。すまんすまん、お前ぼっちやったな。お、ちなみに私は京都を攻略するぞ。まあ関西の覇者といえば大阪、これ間違いない。お豆な。四国の覇者といえば香川な、これ豆な。大先生、うどん軍大活躍やもんな。だが行く、さすが。もう待てない。ウォーターの部屋に行けてるから、
任せる。それだけあれ、一緒に。OK。よし。じゃあ俺も攻めるで。やった、アイシー結構増えた。やば。さすがに。どれどれ、千葉でも見るか。何アイシー95。強いね、君。あいつ腹立つな、ほんま。死んでる。うん、結構頑張ってんじゃない？うん、やっぱちょっと気になっちゃうから大先生香りでスキル半端ない。大阪様大阪様、はい、たこ焼きに焼酎を献上しましょう。わーい、たこ焼き焼酎芋だー。ナイス、ありかもしれない。トマトかも献上して美味しいでしょ。あ、いいっすね。天文館通り行くぜ。ちょっと大先生、なんでしょう。大先生が大先生と共に広島を打倒した暁には四国に東国の土地を与えよう。ありがとうございます。ちょっと止めさすがです。天下富武かな。天下富武だ。ああ行ってみ。東京福島食ってひどいなあいつ。当たり前じゃん。先ほどじゃないか。やっぱり前田のクラスか。いるっすよ。関西天才。まあ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 ね、あの東京さんは何笑ってんねんお前。あ、終わった。よし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 、北上だ、北上するんだ。はい。もうやばいな、東北の取り合いになってるな。赤と青のぶつかり合いだなこれ。あれ冷戦かな。え、山形も取んの。干渉地帯の話は。え、いいの、干渉地帯でいいの山形。そしたらおお。OK。 あのちなみにあのまたあの今度は石川軍ラインで石川軍の上の川のラインに蹴ってってください。石川軍の川のライン。え、石川の川のライン。あ、わかった。よし、新潟をでも食えば。あ、そうか、接しちゃうんだ、新潟食うと。そうなの。なるほどね。ちょっとまだ早いな。大阪さ、俺のこと散々言ってるけどさ、お前292って300地形じゃねえかよ、IC。お前ら2人足してみ、なんぼや。しかもお前自由主義経済マックスよ。で、それで230でしょ ?230 足す千葉は。で、福岡そっちでしょ、香川そっちでしょ。いや、違うよ。はは。いや、大阪様、大阪様。私たちは同盟関係、戦略的互恵関係やんな。そうだ。いや、大阪様って言ってるじゃん。言ってるよ。言ってるよ、お前。サマまでが協力関係だけなので別に僕たち連絡的互恵関係や。そうそう、仲良しな。さすがランナー、もういいとこ見つけろ。ほんま新潟行く。あ、それ迷ってはるもんして。そう、迷ってる。接するのやだなってすごい。いや、新潟行こう。で、富山を独立させて。あ、そうしようか。開催解除して解除したいんでしょ。最近なんか俺ただうざいだけのやつになりだしてるからちょっと気ぃつけなあかんな。でもいや、お前ちょっとうざさ減ってきててちょっとつまらんで。うん、減ってきてんの。昔の方がもっとおもろかった。そうそう、昔の方がおもろかった。絶対マジで。マジ昔の方が肌についたわ。やっぱ俺も家族ができたから丸なったんやな。お前あれか、ゴキブリの。ああ、そういえば大先生妊娠したらしいからな。おめでとう。おめでとう。おめでとう。元気な子ね。これ